こんにちは、ミーシャの漫画紹介です。この動画は著作権法をはじめとする法律・法令等を遵守して制作しております。詳しくは動画概要欄に掲載をしておりますので、そちらをご参照ください。この動画は漫画が大好きなミーシャが作品について思ったこと、感じたことを語っていき、多くの人にこの作品の素晴らしさをもっと皆さんに知ってほしいというコンセプトで制作しております。もし作品に対するご意見ご感想等がございましたら、ミーシャもぜひ知りたいと思っておりますので、コメントいただけると本当に嬉しく思います。それでは第4回です。今回は2021年2月に最終巻の19巻が発売された吉永ふみ先生作大奥を紹介したいと思います。この作品はドラマ化映画化もされた人気作品で、2009年の第13回手塚治虫文化賞漫画大賞や平成22年度第56回小学館漫画賞少女向け部門など複数の賞を受賞している作品です。コミックスは全19巻で完結しておりますので、全巻を一気に読むことが可能です。この作品は2020年12月まで連載が続いていた大河的な作品でもあります。タイトルの名の通り江戸時代の大奥が舞台なのですが、ある部分が決定的に異なります。それは男女の立場が入れ替わっているというものです。では早速作品を紹介していきたいと思います。徳川三代将軍家光の時代に赤面疱瘡という病気が蔓延してしまいます。この病気は若い男性しかかからず、また致死率も高いため男子の数が激減していくのです。そして将軍家光も病に倒れてしまったため、様々な立場を女性が担っていく形になります。そして一方の男性は大切に育てられるようになるのですが、味方によっては女性主導の中、男性はまるで種馬のような扱いとも言えるのです。このように江戸時代を舞台に男女の立場が逆転してしまった架空の世界での物語になっています。そしてタイトルになっている大奥ですが、男女の立場が逆転しているため、徳川将軍も女性が担っており、大奥に集められているのは希少な男性となっています。そしてこの男性たちが美形の男性ばかり集められているというわけです。この部分だけを見ると、もしかしたら逆ハーレムのパラダイス的な少女漫画や、またイケメン男性同士の BL 的な展開などを想像してしまうかもしれませんが、実は全く違います。ではどういう漫画なのかと言いますと、これは男女の立場が逆転したもしという要素を加えた歴史漫画なのです。おそらく作者の吉永ふみ先生は非常に細かく史実を調べ尽くした上でこの作品を書かれていると思います。どうせファンタジーだからと歴史考証や設定、文化等が適当になっている漫画が多くありますが、この大奥は赤面疱瘡という病気とそれに伴う男女逆転現象がもしというだけで、その他の部分はきちんとした史実を前提にして丁寧に描かれているのです。歴史好きのミーシャとしてはこの部分がとても好感が持てた部分でした。そのため歴史フィクションでありながらもすんなりと作品に入り込める部分でもありました。例えば一例を挙げますと、コミックス1巻の25ページのセリフの中で、寺社奉行が高位の役職であることを示すセリフがさらりと入っていたりします。ちなみに説明をいたしますと、寺社奉行は基本的に
1万石以上の大名格の人間がつく奉行職の上位職で、その他の奉行職は1万石未満の旗本以下の者がつく役職になります。実在した町奉行で有名な人物である遠山の金さんも、家禄は500石程度しかありませんでした。また細かく言えば、役職による収入はあるのですが、実は町奉行より寺社奉行の方が圧倒的に格上なんですね。他にも着物に関することや当時の作法に関することなど、完璧ではないかもしれませんが、これらのような細かなところがこの漫画では様々なところで作品に反映されているのです。この点は本当にすごいところだと思います。こういう小さなところが作品にリアリティや深みを出していきます。そして人物や設定等に破綻が起きることがなくなります。もしおかしな点があると、短い文章や少ないセリフの中でもすぐにそれが読者に分かってしまうのです。この手間のかかる細かな小さな積み重ねが、この大奥という作品の凄さと長期連載を支える一因になっているのではないかなと思います。これは作者の吉永文先生の誠実さ、真面目さ、そして努力の賜物だと思います。MISIAは個人的にこの点からも、この大奥という作品と作者の吉永文先生に敬意を持っております。では次にストーリーについて語りたいと思います。まず女性の徳川吉宗が八代将軍に就くのですが、すでに女性中心の世の中になっており、この世の中がどのような理由でこのようになってしまったのかを紐解いていくところから、この物語が始まります。その当時の時代背景や政治、権力などに翻弄される悲劇の女性を書いた歴史ものは数多くありますが、この大奥という作品ではその逆で、男性が悲劇の中心となり、そこに関わる人々のドラマが中心となっている物語なのです。逆ハーレムルートでワクワクドキドキ、または禁断の BL 展開にというものはほとんどなく、それぞれの立場からの人物描写を通じて人間模様が丁寧に描かれ、その大半が切なさや悲しさを内包した悲劇になっています。この権力に翻弄された人々、それが下々の立場のものだけでなく、権力や立場のある人々や本来は頂点であるはずの上様まで含めた全ての人が、この体制に翻弄されていく悲劇になっています。この人々の描写こそが、この大奥という作品の最大の見どころなのです。そして歴史好きにはたまらない、実在の人物、実際に起きた事件を多く描かれている点も、この作品の見どころでもあります。例えば実際にあった江島生島事件や田沼意次の一連の出来事など、男女や一部設定等が変わっているために違いはあるものの、史実を忠実に検証した上で丁寧に描かれているため、物語にぐいぐいと引き込まれていきます。江島生島事件に関しては、MISIA個人的にも20日近く経ってから門限破りが問題視されるなど、権力闘争に巻き込まれたゆえの事件だと考えておりましたし、また田沼意次に関しては、幕府のため広い意味で民のために様々な改革を行い、出自にとらわれず優秀な人材をどしどしと登用し、新たな仕組みを始めるなど、極めて優秀な人間であったのではと思っておりました。この漫画ではまさにこのようなところが非常に上手に描かれているため、吉永文先生はたくさんの資料を読み込まれ、細かなところまで調べ上げ、その上で
よく検討されてこの作品を描かれたのだなぁと深く感じました。そしてページ数の限りもある中、推敲を重ねた結果、実際はこのような実情があっただろうと想像され、結果としてリアリティが増して重厚な大河ドラマのようになり、それでいて内容がとても面白いという素晴らしい作品になったのだと思います。またミーシャ個人的には、田沼意次の人となりや行おうとしていたことなど、ちょうどミーシャが考えていたこととぴったり合っていたため、ものすごく共感し、この作品が大好きになり、どんどんハマっていった原因になりました。むしろ一般的に広まってしまった人物像ではなく、きちんと調べ上げた上で内容を描かれており、またそれを広めていただく形にもなっているので、ミーシャは本当に嬉しくありがたく感じています。では次に、この作品の核となっている男女の立場の逆転劇に触れたいと思います。これこそがこの漫画を面白くさせている最高のスパイスとなっている部分です。この設定があるからこそ、違った視点から歴史を楽しむことができます。詳しくはネタバレになってしまうので触れませんが、男女の性や立場を改めて考えさせられる素晴らしい設定にもなっていると思います。特に男性の方は日常とは逆の視点で物語を見られるので新鮮で良いかもしれません。またその意味ではジェンダーに関心があられる方にもおすすめできる漫画にもなっています。またもし女性中心の世の中になった場合にどうなるのかという、その想像の一例としても楽しめるかもしれません。この作品は女性誌に掲載されており、女性の絵柄の漫画ではあるものの、内容はむしろ歴史もの、政治権力闘争ものですので、男性が普通に読んでも楽しめる作品になっております。また江戸時代が好きな人、江戸時代の歴史に興味がある方にも特におすすめできると思います。もちろん男女の逆転劇による、大奥にたくさんのイケメン男性を抱え込んだ設定の中、それに付随していろいろな悲劇が起きるという、女性がストレートに楽しく読んでいける作品にもなっています。ミーシャ個人としては、もっともっとこの作品が世に知れ渡り、むしろ男性に読んでいただきたいと思っている漫画なのです。絵柄の先入観から女性向けと思いがちですが、内容はむしろ男性向きではないのかなと感じています。特に最終巻などは完全に幕末の政治の漫画になっています。例えば錦の御旗に関する西郷隆盛の作戦や、徳川慶喜が戊辰戦争で何をしたのかもきちんと描かれています。そしてどのような結末を迎えるのか、どんな未来が待っているのか、ぜひ一緒に楽しんでいただけたらと思います。最終話では今まで登場した人々の涙や苦労、そしてその積み重ねによる現在が、今後は誰もが目にすることになるある女性に受け継がれていくシーンがあるのですが、今までの多くの話が思い起こされ、ミーシャは感無量となりました。ぜひ皆さんとこの感覚を共有したいと思っています。今回はこのような感じで吉永文先生作の大奥を紹介させていただきました。今回の紹介に関してはあくまでもミーシャの視点で、ミーシャの個人的な感想から紹介をさせていただきましたので、その点はどうぞご了承ください。もしこの大奥をまだ読んだことがなくてご興味を持たれたら、ぜひ読んでみてください。男性女性どちらの視点からも楽しめる作品になっております。作品をお読みになられたい方は、
動画概要欄にリンクを載せておりますので、どうぞそちらをご参照ください。もしグッドボタンを押していただけたり、ご意見、ご感想をいただけると本当に本当に嬉しいです。今後ともMISIAの漫画紹介をどうぞよろしくお願いいたします。皆様、ご視聴ありがとうございました。